これ AI なの？かわいい島村、生成 AI モデルに反響、スキャンダルがないメリットも。ファッションセンター島村が AI モデルルナを使ったプロモーションを開始しました。 AI モデルは撮影コスト削減やスキャンダルリスク回避がメリットです。生成 AI モデルの需要は増えると予想されていますが、ネット上では賛否両論です。みんなの反応としては AI モデルの導入に賛成する意見が多いです。少数意見としては AI モデルのスキャンダルリスクや下着モデルには不向きという懸念がありました。みんなの反応。 AI の方がコスパ良いなら人間の仕事を奪うかもだけど賛成。島村さん、安くて良い商品ありがとう。島村って特殊なアパレルだからできることもあるんだよね。広告に載せる目玉商品でも実際はオンライン販売がメインで、店舗には各サイズ1点ずつしか入荷しないことが多いんだ。だから店に行っても一期一会的な商品が多いんだよね。オンラインで買う人には雰囲気さえわかれば良いかって思える価格設定だから、 AI モデルでも十分なんだ。店舗で宝探しをする楽しみもあるし、その手の顧客にとっては自分で試着するのが一番だから、モデルさんは必要ないんだよね。どのアパレルでも通用するやり方じゃないけど、島村にとってはコストカットも含めて良いアイデアだと思う。ただ下着モデルだけは AI じゃなくてもいいかなって思う。島村の下着商品を AI モデルが着用してるのをオンラインで見たけど、個人的には商品画像だけで十分だと思ったよ。島村関係ないけど、AI でいろんな体型のモデルを作ってサイズ感がわかる画像を作ってほしいな。いろいろな体型のモデル集めるの大変だし、何着も着替えて写真撮るのも大変だからさ。例えば165、170、175、180のモデルを AI で作って、それぞれに S から XL を着せる感じ。小さい人も大きく着たいかもしれないし、大きい人もジャストで着たいかもしれないし、結構良いと思うんだよね。AI 関連の仕事をしてるんだけど、最近の音声技術や画像生成、動画生成、言語認識の売り欲がここに3年でめちゃくちゃ進化したんだよね。特に音声や画像、動画に関しては、近い将来タレントやアイドル、声優、映画などの芸能分野に大きな変化をもたらすと思う。AI の進化で、今の芸能やタレントのあり方が大きく変わって、一般人にも多くのチャンスが回ってくるんじゃないかな。将来的には個人の好みに合わせてモデルが変わるようになると思うよ。個人情報から好みを計算してモデルや服装、セリフが生成されると目に留まりやすくなるし、興味のない広告でも印象が悪くなるリスクが減るんだ。画像処理技術も進化してるから、PR と AI モデルの見分けがつかなくなる時代が来るかもしれないね。今のモデルはみんな細身だけど、普通の体型やちょっとふっくらした AI モデルにすればいいのに、批判も来ないし、消費者も実際のイメージがつきやすくて助かるよね。AI モデルの採用は止まらないね。AI なら見た目も自由に変えられるし、不倫とかのスキャンダルで違約金の心配もないし、老化もしないからね。海外のピンク髪のアイタナって AI モデルは月に160万円以上稼いでるんだって。伊藤園のお茶の CM でも AI モデルが使われてたし、これからはいろんな分野で AI がどんどん使われるようになるよ。全部が AI モデルに置き換わるわけじゃないけど、メリットが大きいからやらない手はないよね。ただファンがいないから広告効果が見込みにくいのが問題。でも無名や二流のモデルを使ってた隙間 PR には、服にあったりそのキャラを演出できるから効果は大きいと思う。 AI モデルのブランディングが進めば世間も大きく変わるんじゃないかな。この機会に細身だけじゃなくていろいろなタイプの AI モデルを作ってほしいな。人物モデルを雇うと結構お金がかかるんだよね。特に見栄えが良くてスタイルも良く、自然なポージングができる魅力的なモデルさんは高い。でも AI なら表情やポージングのバリエーションをシステムで組めば、いくらでも応用が効くし、安くできるはず。どんどん安くなると思うよ。広告って基本的に商品やサービスの PR が目的で、
人気タレントを使うのはその一つの戦略だよね。タレントを使うと商品も売れるし、タレントの人気も上がるから、広告主もタレント事務所もウィンウィン。でも、タレントのイメージに頼りすぎて、肝心の商品やサービスがどうなのかが愚かになってたことは否めない。AI モデルを使うことで、本来の広告の目的に戻れるかもね。これからは AI モデルを使った広告が増えるよ。タレントや俳優を使うと契約料だけで3000万、5000万かかるし、CM 制作にも高額なギャラが必要。でも、タレントの知名度とイメージを使いたい企業は多いから、AI モデルを使う方が戦略を立てやすい企業は AI モデルを選ぶようになるね。最近、生身の人間を CM に使わない例が増えてるよね。経費削減というより、SNS でスキャンダルがすぐバレるのを恐れてるんだと思う。契約料や制作費を考えると、生身の人間を使うリスクは高いからね。例えば、エディオンの新キャラクター、イーナちゃんは、実は関西の緑殿下のキャラクターをリブートしたものなんだ。これからは生身の人間じゃなくて、オリジナルキャラクターが CM の主流になると思うよ。生成 AI も加わるだろうね。有名人を使ってる企業はこれからもそうするだろうし、予算がなくてモデルを雇えなかった企業は AI を使うようになるだろうね。実際、AI イラストは、イラストや、みたいなフリー素材で済ませてたブログの挿絵とかで使われてて、有名イラストレーターの仕事を奪うまで入ってない。でも、無名なモデルやイラストレーターには大きな脅威になるだろうね。芸能人みたいな感じだなと思った。今回の施策をもとに、今後はいろんな世代や体型に合わせた AI モデルを展開していくのかな。最終的には、個々が自分の AI モデルを持って、オンラインショップや店舗でその AI モデルを使って試着できるようになるんじゃないかなって思う。日本のブランドの服でも、海外のモデルさんを使って撮影してることが多いよね。ネットで見ると素敵だけど、自分が着たらどうなるかイメージしにくいんだよね。スタイルが違うからさ。だから、日本人が着た写真があるとネットショップで買いやすいなって思うんだ。AI モデルにスキャンダルがないっていうのは早計だよ。スキャンダル自体は起こさないけど、架空の存在で意思がないから、スキャンダルに巻き込まれる可能性はあるんだ。例えば、この AI を使って AV を作成することもできるし、実際にゲームのキャラクターを使った AV もたくさん出回ってる。似てるだけって言ってもね、この AI モデルが有名になると、彼女もその危険にさらされるわけ。だから、最低でも著作権をしっかり取るためにコストをかける必要があるんじゃないかな。もしかしたら、CM 出演とかの専門の AI キャラクターが出てくるかもしれないね。でも、そう考えると既存のアニメキャラと似てて、そんなに目新しくない気もするよね。欧米人モデルばかり使うデザイナーが、日本人モデルだと顔に注目されて服が目立たない、と言ってたのを聞いたことがある。島村は違うかもだけど、AI モデルには独自のメリットがある気がする。高級ブランドの広告や CM はタレントに多額の報酬が支払われ、その分商品価格に反映されるけど、イメージソングやコンセプトに合ったモデルを作れるのは良い点だね。今の AI のクオリティは高くて、これからもっと増えるだろうし、AI に職を奪われる時代が来てる。テレビなどの二次元メディアでも AI の進出が進むのは間違いないね。うん、これで良いと思うよ。時代に合わせたメイクや服装だけじゃなくて、顔つきも変えられるんだよね。例えば、80年代はエクボが流行って、00年代は二重まぶた、20年代は涙袋が人気だったみたい。だから、AI は時代の好みに合わせるのに便利だと思うんだ。それに、商品は鮮度が大事だから、AI の方が制作が早いのもポイントだよね。これからは広告や宣伝にタレントがいらなくなるかもしれないね。アパレル撮影は、ほとんどの店で本物の人間を使っても画像加工が前提だから、見せたいものを見せてるだけ、後処理が簡単な生成 AI モデルの方が有利かもね。当チャンネルの意見として、AI モデル、ルナの導入は、
コスト削減やスキャンダルリスクの回避といった企業側のメリットが大きいと考えます。特にファッションセンター島村のような消費者目線の企業にとっては効率的なプロモーション手段として有効であると感じます。単語解説、ジェネレーティブ AI。 生成 AI とはアーティフィシャルインテリジェンスが新しいデータやコンテンツをオートマティカリーに作り出す技術です。文章、画像、音楽などを生成することができます。